はい、こんにちは、新聞 TV へようこそ。本日はですね、久しぶりに、吉備中央町の荻平山周辺に来てます。こちらは実は荻平山の山頂ではないのですが、吉備中央町を 見晴らすには一番いい場所です。で、今ちなみにここから生配信中です、ライブ。十分途中電波が悪いところがありましたが、山頂まで登るとそこにドコモの基地があるんで、これですね、電波は入りはいいです、安定してます。綺麗な画像が撮れてんじゃないかなと思います。晴れてたらね、もっといいんですけど。それではですね、大山が見えるかもしれません。今度は山頂の方を目指します。そうですね、この辺では一番高い山なんで、ここにはいっぱい電波塔っていうか立ってますね。まあスカイツリーみたいなもんですね。高さも697メートルなんで、スカイツリーよりちょっと高いかな。この木は白樺です。北側は、北側になります。吉備中央町と隣接している高橋市になりますね。その展望台です。よいしょ。お、今日大山が見えてますね。中国山地の山々はまだ雪が残ってます。こちら右官側からの眺めです。しかし寒い、鼻水がすごい。下の方に見えるのが、岡山道っていうか、高速道路ですね。で、あっちが広島県、多分広島の方の山も見えてるんだけど、であっちが鳥取県で、こっちが島根県で、あっちの山はおそらく兵庫県だと思います。ここは本当穴場です。まだね、あのでね、あとこれはほとんど全部桜なんですよ、この下にあって。だから桜が満開になったらまた来ようかなと。あともちろん新緑の季節もいいですし、まあ、本当に季節としてここは綺麗な場所です。おすすめです。はい、いかがでしたでしょうか、今回の動画。ですね、今年は寒いですね。本当にもう3月も終わりだというのに、大平山は非常に標高が高くて697メートルありますので、寒いっちゃ寒いんですけど、いや本当に寒かったです。桜は遠くの先になりそうですかね。この動画撮った時にですね、あの山道往路復路の動画も撮ってます。また近日中にアップしたいと思います。また次の動画でお会いできれば幸いです。以上、新聞 TV の動画をお送りしました。